が10球目になります。レフトへの当たりだ、大きな当たりになった。もうレフト見上げるだけ、スタンドにピッチャー返した、センターへ抜けていきました。練習見るっていうのも大事だって言いますよね。そうですね、はい、三遊間を破ります。これもうまく対応しました。レギュラーではなかった状態でしたが、うん、そうでしたね、はい、ボテボテのピッチャー取れない、内野安打。ボテボテの当たりだが、あーっとボールをこぼしました。センター返し、大山のバッティングです。センター前の飛球はセカンド取れない。セカンドが一発が出る打線に変わっています。タイガースです。ライトに転がっていきます。マルテは二塁ストップです。これがどうだ、伸びていく、なおも伸びて入った。大山の今日2本目のホームランが出ます。どうだ、大山の当たりは左中間、打球が伸びる、打球が伸びてフェンスに当たりました。ボールが返ってきますがスライディング、4番大山。チームですからね、はい、少しバットの先かセンターの前に落ちました。ヒットになりました。さあ4番の大山のヒットでノーアウトランナー1塁。先ほどに続いてまた再び